です。簡単にチーム PR をご紹介します。そうですよね。テーマは虹の花、この空の優しさと強さ、自身の大切な人たち一人一人が手を携えてより良い社会を目指しながら進んでいく、そしてそれを次世代にもつなげていく思いを表現しましたというコメントをいただいております。それでは、サバラヤグループの皆さんです。神宮会館にお集まりの皆様、こんにちは、サバラヤグループです。こんにちは。笑顔で一生懸命演舞させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はっ、タワラヤ。
よチョレよチョレよチョレ。ありがとうございました。俵屋グループの皆さんでした。ありがとうございました。